静岡県立静岡中央高等学校。静岡県立静岡中央高等学校は、静岡県静岡市青区にある単位制による、定時制と単位制による、通信制を併設する、公立高等学校である。制服や校則がない、全授業科目を自ら選択できる特徴がある。ただし学習指導要領に基づく、必ず履修科目と、 選択必ず履修科目は必ず履修しなければならない。日本の高等学校では珍しく、一部の科目で、セメスター制度、教科の単位認定を半期単位すなわち、半年間の学期終了時点で単位認定を行うことを採用している。通称は、中央高校、または、中央。定時制課程は、静岡県では初めて三部制を採用。 所属時間帯とそれ以外の時間帯で上限単位が設定されており、全日制と同様に朝から午後の間に授業を受け続けて3年で卒業することもできる。また、新卒社外も積極的に受け入れていて、他の高等学校を中退、転校した者や社会人、定年退職した人も在籍しており、年齢層が多様である。したがって、 三年未満で卒業する者もいる。また、同級生が同年齢でないことはこの学校では普通である。同じ年度に入学しても、卒業年度は異なることも多く、規制という呼び方は全く行われていない。ただ、当高校では入学年度で故障する。例えば1998年度に入学した生徒は、西暦の下二桁をとって98。 9 8生といい、2001年度入学生ならば、0 1 0 1生と名乗る。制服や、拘束もない。アルバイトや、運転免許証取得も、一切不問である。ただし自動車やバイクによる通学は、敷地内の駐車駐輪スペースが不足しているため、勤労者を除き禁止とされている。教員もそれぞれ、出勤、退勤に2時間ずつ時差が設けられている。 各教員の勤務時間は3つの中から1つに決められている。授業は原則として、生徒の任意で受講する授業を選択できる。ただし必ず履修科目。選択必ず履修科目は、学校が定めた通り履修しなければならない。履修登録で時間割を作成し、学校に届け出ることで履修できるようになる。また、すべての科目で担当教員名が公表されているため、 特定の教員の授業を自由に選んで履修することが可能である。実際の授業はすべて1コマ45分2コマ連続の90分授業である。通年制の4単位科目と半期制の2単位科目は週2回、通年制の2単位科目は週1回で、半期制の2単位科目は半期終了時点で授業が完結し、単位認定可否が出る。 4単1科目には、順序あり、順序なしとある。順序ありというのは、前期に2単位取得、最低限履修できなければ、後期にその授業に臨んでも、後期の分の二単位を取得することはできない。逆に、順序なしでは、前期で単位取得、履修ができなくても後期に、その授業に臨むことができ、後期分の2単位取得も履修も可能である。 これらの半期認定制度、2単位セメスター科目、4単位順序なし科目は、前期に欠席が多かった生徒が、後期から考えを、改めて授業に出席できるようにし、単位取得の救済と、早期卒業を促すための制度である。学年も、基本的にはない。ただし、進度指導の関係上、1.2年次、1.2年生、相当、卒業年次。 三年生相当と便宜的に分けている。クラスはいずれかの年次対象のものからそれぞれ選択可能で、教員が設定した総合的な学習の時間のテーマを公表して、生徒を募り、生徒は希望する教員のクラスを選択する。必ず履修総合学習の時間に LHR も行われるなお、教員、生徒の間では、総合学習、LHR は一括して、 ゼミと呼ばれている。ただし、クラスメイトが集合するのは、毎週水曜日の総合学習の時間のみである。朝と帰りの SHR は行わないよって、普通高校のように毎日クラスメイトと一緒にいるわけではないので、1年間経ってもクラスメイトを覚えられないことも多い。点編入した1.2年時の生徒のうち、16単位以上取得した生徒は、2年時、 それ以外は、一年次とされる、三年次とは、順調に単位を習得すればその年度で卒業する、ことが可能で、1.2年次のゼミを選択することは、できない。もちろんこの逆もできない。当高校では、三年間で卒業しない生徒も多い。特に、夜間の C コースを選択して入学した生徒は、四年間で卒業することを前提に計画を立てるのが基本である。また、 ゆとりをもって単位取得計画を組む生徒も多い。定時制過程は部活動、同好会がある。新規に部活動を立ち上げる場合、顧問の教員を探せばまず同好会として立ち上げることが可能。その後一定の成果が見受けられれば部活動として承認される。体育系の部活動は定時制のためインターハイや甲子園には出場しない。野球部以外の運動部は 高校総体や全日制の各種大会に出場することは可能。しかし、インターハイ予選に登録すると、その年度の定通制大会への出場資格を失う。全国高等学校定時制通信制体育大会と全国高等学校定時制通信制軟式野球大会に出場する。なお、交体連と荒野連には加盟している。年にはサッカー部が 全国大会優勝。秋の大会でも優勝と2冠を果たしている。選手層も厚く静岡選抜 MVP 選手の丸山をはじめ、全国大会 MVP 選手のキャプテン寺田が活躍した。入学試験も他の公立高校と異なり、独自の提出書類があったり、推薦入試が実施されていない。9月に10月、入学者の選抜が行われるなどの特徴がある。 試験の内容は受験区分によって異なるが、中学校新卒者、20歳未満の可燃度卒業者、高等学校で一単位も習得せずに退学したものを含むで、希望所属時間帯が午前、または午後の場合、学力検査、主要語教科問題は他の公立高校と同じ自由表現、教科、特別活動、職業の中で自分の興味のあることに関する説明、 実技などと個人面接を総合的に加味して選抜する。新卒、中退、時間帯などによる定員区分は基本的に設定されておらず、原則一括募集である夜間は上限40人。開校した1993年度から2002年度までの入学者の生徒賞は IC カード、接触型時期ストライプも搭載で、情報端末で、 単位習得状況とメッセージの確認ができた。2003年度の入学者からは設備の老朽化や利用率の低さから IC チップと磁気ストライプは搭載されなくなった。対応端末も2004年度までに全て撤去されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。